当たり前が眩しいな。いつもの挨拶に心が晴れる。小さな会社の見慣れた看板、この街はみんなで支えてきたんだな。いつもの風景、あってくれてありがとう。今回は草津市の手作りケーキの店ポーレさんへの会ってくれてありがとう、 M さんからいただきました。私が会ってくれてありがとうと言いたいのは、草津市の商店街の中にあるケーキのお店ポーレさんです。私がまだ小さい頃、母と歩いて商店街に買い物に出かけていました。幼い私はすぐにぐずり、わがままを言っていたそうです。そんな私を見かねて母は、ポーレさんのケーキ買って帰ろうね。と言うと、私はケロッとして、おとなしく最後まで買い物のお手伝いをしたそうです。今でもポーレのケーキは大好きです。これからも美味しいケーキを作ってくださいね。ポーレさん、会ってくれてありがとう。どうもこちらの方こそありがとうございます。今それぐらいに言っててくださる小さな方がもうお母さんになってられたりとか、本当になんかもう次の世代次の世代の方が来てくださるのがとっても嬉しいですね。今もちっちゃい子供さん前で泣いてはって、よう連れて入ってきてくれはるんで、なもうみんなやっぱりピタッと泣きやんでこれがいいって言って笑顔になってくれはるのがすごくやっぱり励みになります ね。 そうですね。手作りケーキの店ポーレは JR 草津駅そばの夢王子商店街のアーケードの中にある。オープンから42年、地域の方に親しまれ、親子孫の3世代で通う人も珍しくない。やっぱり主人がやっぱりケーキ作りが好きだし、そういうふうな人との関わりをしていきたいというその思いが強かったので続いてるんだと思います。人気の秘密は一つ一つ手作りで、長年変わらぬ味のケーキやクッキー、ね、なんかこんな何年やっててもね、やっぱり出来上がるまではちょっとやっぱりどうかうまいこといきますね。中でもボリューム満点のオムレットは30年の間変わらずに人気だ。中はフルーツと生クリームを包み込んでますね。創業時から定番メニューのアップルパイ、おりんごから炊いて、そしてパイの生地も全部 手作りです。ポーレは地域の方とのご縁をとても大切にしている。ね、2月に一度子どもたちのお誕生会っていうのをしてるんですけども、ポーレさんのクッキーをいただいてたんですね。子どもたち2月に一度のそのクッキーがとっても楽しみだったんです。卒園してもう20歳30になった方たちもクッキー楽しみに来たんですよ言ってね、そして会員求めに行かれたりしながら幼稚園を思い出してくださってたなんていう、そんなことが時々あります。今日アップルパイとフィナンシェ買いました。美味しいんですよポーレさんの。早くてもう十何年ぐらいになる、元気でやってるとかいう話も結構します、ね。うん、かしこまって入ってくれるようなとこじゃなくて、地域で密着してる感じじゃないですか。もうそういうとこ大好きなんですよ。40年分のお客様との思い出が詰まったスイーツショップ、手作りケーキの店ポーレ、会ってくれてありがとう。